こちら北海道札幌駅に、やってきております、今から、こちらのねもう後ろに入線してきた、フラノラベンダーエクスプレス、フラノまで行き、そこからですね、フラノビエノロッコ号に乗って、夏のね、臨時駅ラベンダー畑駅まで、行ってみたいと思います。でラベンダー今ちょうど時期なので楽しみです。一番前だすごい見やすい。運転手さんいるけどね。おほほほほほほほ、すごいねこりゃ。わあそこよ、ほらポイントあるよ。じっくん電車、電車すごい速いね。ねえ、ねえ、もうなんかフラノ感出てますけど、まだまだだよね。乗るよこれね。フラノラベンダーサイダー、綺麗な紫色です。まあ、この後ねいっぱいあると思いますけど、着いたら。そしてね、さっき押しましたスタンプ台、これ車内販売ね、カウンターで買ったらスタンプ台もらえましたね。え、ねえ、すごいところに入ってくね。すごいね、すごいね、すごいね。いや、木すごいね。ほら、あれ？あれ何？あれ？アニアです。アニア、まあそうだね、旭山動物園号だ、前の。プラレール持ってる。プラレール持ってる、持ってる。そうなのよ。これも今ね、フラノラベンダーエクスプレス、私たちが乗ってるやつでね、使われてるんですよ。フラノ到着。フラノ到着。イエーイ。到着しました。うん、降りるよ。フラノ到着でーす。そしてお隣には、お隣幕入ってるよ、ちゃんとフラノラベンダーエクスプレスのね、かわいい、いいね。座ることができました。前にこれ乗れるといいな。かわいい。
出てラベンダー畑、まあ、臨時駅だから、冬季とかはね止まらないんですよ。すごい嬉しい。ずっと来たかったのラベンダー畑。あのね、あんまりラのね駅名ってなくて、洛西口とかね、だからあの駅名しりとりするときにね、いつもラベンダー畑にね助けられてたんですよ。すごーい、真紫、すごいねラベンダー、すごいすごい。あそこ行こう。ここね、お外向いて座ったね。あ、ここもなんかすごいね、お魚のとこ書いてあった。バイバーイ。おー、あ、後ろ側もマークついてるんだね。いいね、行っちゃったね。見て見て、あっちだ、あれ、あそこだ、あの紫のとこ、さっき車内からも見えたけどね、ラベンダー畑ですよ、富田ファームさんね、有名な。もう今すごいね、さっきのノロコに乗ってた人たちがもう列をなして向かってますよ富田ファームさんに。これよ、これこれ、ラベンダー畑。あ、かわいい、かわいい。 F41 かっこリント、これは嬉しいね。ちょっとね、スペシャルって書いてある。スペシャル、臨時駅はスペシャルなのかな。かわいい嬉しい。はちゃん、わ、ほら、ウェルカムトゥラベンダーファームって書いてあるよ。時刻表が出てます。もう完全にこのノロッコでしかね来れないし、しかもここに書いてあるこの期間ですね。まあ、今はこの一番繁忙期なんですかね、まあ、夏休みぐらいの、もう毎日走ってます。わー、あ、ラベンダー畑駅です。1999年だ、できたのね。そういうことだよね。え、この引きから見たらね、余計ね、この下のこの仮設感が見えますけど、いいよいいよ、ラベンダー畑。臨時駅はいいね、こうその限定感もあるし、やっぱ今しか見れないね、この景色、いい駅だわ。あ、チックチックチック、すごいよ、すごい、そこほら、今びっくりした、大切に育てているメロン畑ですって書いてあったので、見てみたらもうゴロついてるよ、メロンが。すごーい、メロン、こんなオープンな感じなの大丈夫？すごいね、メロンね。そうだね、そうだけど、しないよね、しないよ。うん、それは入らないでくださいって書いてある。嬉しい、おばあちゃんが好きだったんだよね、ラベンダー。綺麗ね、ラベンダー畑だ。なんかね、すごい、この今ねファーム富田に来ましたけど、この園内だけでもいろんな場所に、あっちの丘とかね、あとこうね、いろんな、あとお花の種類も違って、たくさんねあるみたいですね、このラベンダー畑ね。え、ラベンダー濃厚早咲きっていう種類なのかな。ラベンダーソフトいただきます。うん、おいしい、ラベンダー滑らか。うん、
しっかり香りと味がちゃんとラベンダーだってこんだけ咲いてるもんね。そりゃそりゃ美味しいよここのは。うん、おーおーすごい、あっちの方なんか黄色とかね赤いお花も咲いてるね。すごいすごい、囲まれてます。いいね、北海道って感じだね。これがねまさに富良野ラベンダー。うー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 、気をつけて気をつけて。あ、いい匂い、お花いい匂い。おー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 、近い近い。なんかすごい、あの私はあのイングリッシュラベンダーかな、育ててたんですけど前に。全然この花のサイズが違うね。大きいねこれ、こう上の方にブリッとね、蜂さんがいっぱいいるわよく見たらね。虫さん、でもみんないい蜂さんだよこれは。蜂さんもいるね。蜂さんいなかったらこんなね綺麗になんないもん、ラベンダーね。あいちゃんもこれ大丈夫？あいちゃん大丈夫、もともと大丈夫。うわすごいねチック。これだこれ、丘すごい。あ、ガンガンそこ道路なんだ。うわ紫のも壁、壁だよね、壁みたいにもう。うわこんな初めて、うん、こんな見たの初めて。いっぱいね、虫さんもいるね、蜂さんね。綺麗だね、あっちの上のさ、中のとこまで行ってみようか。ちょっと大変だけど、また綺麗に見えるんじゃない？よいしょ、よいしょ、もうちょっと、もうちょっと、落ちないで。よいしょ、よいしょ。あ、すごいね。うわー、チーくん見て、すごい、綺麗。綺麗だね。すごいね。ね、あそこもね、黄色とか赤のお花いっぱいいるね。すごい。で、後ろももう一面ラベンダー。まだまだ上がありますが、ちょっともう登るのしんどい。チクね、ちょっと休憩でね、コロッケ食べましょう。うわ、美味しそう。コロッケ、お芋さんだ。いいね、すごい綺麗ですよここ、ロケーション最高。ほら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 、すごい、いいね。電車ここ見える、最高やね。ここ見えるの、ね、見えたね。向こうのキャメンダー畑通過。北海道のね、お芋美味しいもんね。コロッケもすごいサクサクだ。うん、美味しい。てか美味しいってパパに。美味しい。なんか変な顔してますよ。富良野メロンでーす。富良野のメロンでーす。夕張とはまた全然違うって言ってましたね。夕張の方が。いただきまーす。もう切ってあるから食べやすそう。いただきまーす。うん、うん、美味しい、すごい甘い。うん、すごい甘いです。でも確かに食感がね全然違う、夕張のと。なんかちょっとすごい甘いんだけど、あの噛み応えというか、ちょっとまだ硬いですね、この下の方は。もともと多分こういうやつなのかな。うん、パパてかもう、パパバイバー、パパバイバー。綺麗、ラベンダー。見てらっしゃい、おー、バイバイ、バイバイ、気をつけてね。ね、乗ったよ乗ったよ、おー、電車、ママ電車、おー、よいしょ、ポッピー、ポッピーの丘。ああ、あっち、あの、なんか彩りの丘みたいなとこじゃないの？すごーい、綺麗だね。こんな綺麗にね、色分けされて咲いてるの。ね、あっちまでね、道みたいになってるね。ここね。ね。
ちゃう。まだですよ。まだあんまり見えないよこの。すごーい。綺麗。いいね、富良野。すごいけどそれ降りてこれるのかしら、あなた。気をつけて、絶対怖い、絶対怖い。よいしょ。真剣な顔してるけど、ママが怖いよ。おお、よかったよかった、降りてこられた。きれい。富田、富田バーム。富田ファーム、ファーム富田。てかーラベンダーバタケーキでーす。いいねー。次は次ハーバー。あははは、もう並ぼっか。お兄ちゃん。おー。また乗って帰りまーす。吉坂頭を見た。調子ましきばらみだ。小坊。列車にご注意ください。なるほど。列車にご注意ください。Please watch out for the train。ラベンダー、またケーキありがとう。またいつか。ありがとう。わー、踏切もバイバイ、バイバイ、ありがとう、ありがとう。すごい綺麗。向こうからだって見えてたもん、ノロッコとかね。富良野に、戻って、で富良野からまたまた札幌まで、特急ね、富良野ラベンダーエクスプレスで帰りたいと思います往復で乗れました。まあ結構自由席でもね、あの並んでおけばね、座れますのでね。でまあ指定取った方が確実かな。来た優先です。
専用のねハグハグチェアはもうあのなんか本当はねそこねぬいぐるみみたいなのが椅子にくっついてたんですけど、もう荷物置き場にされてます。ますよ札幌。